2022明治安田生命 J1 リーグ第19節ガンバ大阪対浦和レッズの一戦、パナソニックスタジアム吹田からお送りしてまいります。まずはガンバのスタートと予想フォーメーションです。3センターバックと予想しました。福田さん、このスタメンのポイントはいかがでしょうか。まあ、3バックにしてますからウィングバック置いてるんでね、左の黒川、右の小野瀬と、まあ、幅を使った攻撃、まあ、ウィングバックの選手がどれだけアップダウンしながら攻守に絡んでいけるか、まあ、その辺が一つ、ね、この形においては非常に重要なのかなと思いますね。一方、裏のスタートと予想フォーメーションです。そうですね、まあ、守備のところは非常に堅い、J リーグの中で一番16失点とリーグで一番少ないんで、失点は少ないです。どうやって点を取るかということになると思うんですが、その中で今日小泉使われてますから、小泉がどれだけボールを引き出して、まあ、前線の秋元、江坂、まあ、その辺にうまくですね、絡みながら相手を崩していけるか、この辺が非常に重要になってくるかなというのは思いますね。さあ、ガンバが一気に攻め込んでいきます。小野瀬シュート、石川弾きました。ワールドカップ使用球ですから少しブレ球になっていたか。今のこの背左足のシュート、倉田戻して、坂本は戻します。この背シュートブロック、クロカーのシュートは枠を捉えることはできませんでした。坂本シュートですね。西川好セーブ。いやー、このシュート、西川のセーブ、ガンバのいいカウンター。坂本ワイドに出します。しっかり粘りました。サイドチェンジ、斉藤美月シュート、ガンバ先制。日本では2年ぶりのゴール、斉藤が先制ゴールを決めました。カウンター一戦、ガンバ先制です。素晴らしいゴールですね。東口から始まってるんですけど、ここのドリブルの運びですよ、はい、ここでうまくショルツのスライディングかわしながら、そしてなんといってもこのボールですね、見事なボール、そして胸でのファーストタッチ、もう全てが完璧じゃないですかね。岩波のヘッド、東口、いや、岩尾のボール、岩波のヘッド、そして東口でした。小野瀬リターン、小野瀬スルーパス、倉田左足のシュートだー、今度はキャプテンが決めました。オフサイドですかね。ね、オフサイドでしたね。福田さんおっしゃった通りになりました。ちょっとゲーム展開もありますけど、頑張る選手はちょっと疲れ見えてきましたね。そうですね。はい、前半が相当飛ばしてますからね。はい、シュート。松尾の良さです ね、はい、前向いて仕掛けた時、特に左サイドで受けた時はカットインしてからの相手のシュート得意ですから、岩を落として大久保、セカンドボール争い、関根のシュート、
中にモーベルが入っています。あ、ホイッスルはなりました。三浦玄太天を仰ぎます。勝ち点1ずつを分け合いました。